カズキ、カズキ、会長、ぬいぬい。カズキ会長。俺はまた笑えるようになるのか、一人じゃなくなるのか。じいさん、信じていいのか。何度も裏切られてきたこの力を、もし忌まわしいこの力を使うことで大切な人を守れるなら、この力を持って生まれたことに意味を見出せるんじゃないのか。だとしたら俺にも。俺は一年の白縫一樹だ。今までの例にはなかったことかもしれない。俺はこの清月学園の生徒会長になることをここに宣言する。だとしたら俺にもできることはあるのかもしれない。だからじいさん、あんたのくれた約束と目標、ありがたくもらうことにするよ。バカだな、人をかばって怪我するなんて。カズキ、俺はちゃんと守れているのか、この学園の生徒。カズキ、また怪我したの？怪我なんてしてない。隠しても意味ないよ。また誰かをかばって怪我したんでしょ？こんなの、なんでもない。カズキが無理をするなら、自分を見てあげられないなら、僕がカズキを見ているよ。無理をしすぎていたら、友人として僕は怒る。カズキは自分を大事にしないから、無理をしすぎないように、見張っている人が必要だと思うんだ。だから僕が見張っていることにするよ。文句は言わせない。誉れ。だから早速僕は怒るよ。カズキ、無茶しすぎ。痛って。当たり前だよ、痛くしたんだ。痛くしないとカズキ反省しないでしょ。まったく誉れにはかなわないな。月日は巡っていく。おお、二人とも揃ってるな。それじゃあ早速始めるか。ちょっと待ってください。一体何をですか？今学期一発目の生徒会ミーティングに決まってるだろ。お言葉ですが、全然説明になっていません。お前ら二人は今日から生徒会メンバーだ。現生徒会メンバーは俺しかいないから、今日からお前らには俺の補佐をしてもらう。え？誰が決めたんですか？俺の独断に決まってるだろ。やりがいのある仕事だぞ。全力で励めよ。ってことで始めるぞ。少しずつ俺は俺の中の忌まわしい力と折り合いをつけていく。こら、離せ。ようこそ生徒会室へ。言った通り、今日からお前は生徒会会計だ。生徒会会計？俺が失ったものが少しずつ少しずつ俺の元に戻ってくる。俺がかつて手にしていて失ったもの、そして今俺が再び手にしたもの、俺が持っているもの、してやれることは全部あいつらに渡そう。自分を犠牲にすることは何でもない。笑っていてほしいんだ。泣いてほしくない。ただそれだけなんだ。悲しい時は泣いてもいいのよ。大切な幼馴染が帰っちゃったから。泣きたい時は泣け。悲しいことじゃないのに涙が出ます。あの時は守ることができなかったから、一度失って手に入れたものだから、俺はもう二度と失いたくない。たとえこの身を犠牲にしたとしても、守ってみせる。何かびっくりするようなことはないのか？こんな風にただ歩いていてもつまらん。そんなびっくりするようなことが起こっても困りますよ。そうですよ、和樹会長、何にもないっていいことじゃないですか。
まったくただでさえ忙しいのに校内の見回りがしたいなんて言い出すんですから。校内で事件が起こっているかもしれないだろう。それを見回るのは生徒会の重要な役目だ。正論ですが、和樹会長は仕事に飽きたから気分転換がしたかったのではないですか。お翼、お前見回り中に何してるんだ。うわこら、ぬいぬい返せ。俺のげんこつ受け止めマシン05。げんこつ受け止めマシン、なんだそれは。自動でげんこつを受け止めるんだ。そのうちぬいぬいのげんこつだって受けてみせる。返せ。はあ、自動でね。試してみるか。いや待て、その前に爆発するんじゃないだろうな。しない。おっと初期ぬいぬいがちょっと翼くん、彼女に近づきすぎですよ。うぬぬカズキ会長。ぬいぬい、二人とも怪我はないか。私たちは大丈夫です。それよりも手から血が。ぬいぬい、翼くん、保健室に行って救急箱を借りてきてください。私も行きます。大げさだ、こんなの大した怪我じゃない。会長にはそう思えるかもしれません。でも僕たちにとっては大したことなんです。しばらくはそこを動かないでください。お願いします。わかったのだ。行こう翼くん。こんなのあいつらを守れたことに比べたら何でもない。こんなことで守れるなら安いもんだ。また怪我したの。大城、和樹は変わらないね。変わらないんじゃない、変わりたくないんだ。やっぱり和樹はずるいよ。そうやって誰かを守るために傷ついて傷ついて、それが一番自分勝手だってこと早く気づいてよ。みんな守られるだけじゃなくて和樹を守りたいんだからさ。ああそうか。こんな単純なことにどうして今まで気づかなかったんだろう。あいつらを救うことで俺も救われていた。支えてやろうとすることで俺が支えられている。ならば俺が自分を守ることであいつらを守ることになるなら、それも悪くないのかもしれない。ああ、考えておく。ほら、カズキを守りたいって思ってる子たちが帰ってきたよ。俺の力は俺の一部。でもそれは俺が忌み嫌うことで忌むべき力になるんだ。俺が力を受け入れてやることで、俺が俺自身を忌み嫌わないでやれば、力も忌むべきものではなくなる。カズキ会長、救急箱を持ってきたぞ。それから星月先生も連れてきました。星月先生眠そうだぞ。お前寝てるのを叩き起こしてきたんだろう。怪我してる会長を見てもらうんです。昼寝してもらってる場合じゃないです。ぬいぬい、手大丈夫か。で、怪我人は。会長ですってば。ああそうだったな。じゃあ見せてみろ。会長。ぬいぬい、カズキはバカだね。誰がバカだ。誰が。動かないでください。そうですよ。ぬいぬい、大事なんだ。どこに行ったってこいつらほど大事な奴らはいない。そう、これが俺の守りたいもの。大事なものを守ることができなかった俺が何を犠牲にしたとしても失いたくないものだ。じいさん、ありがとう。俺はあんたにもらったもののおかげで笑っていられる。でも謝らなきゃいけないこともある。悪い、俺まだ自分を大事にできていない。自分より大事なものがここにはあるから。